ジェームズ・ビッグ・ジム・コロシモ、ジェームズ・ビッグ・ジム・コロシモは、シカゴのギャングスター、シカゴアウトフィットの創設者。大柄で陽気で男前のコロシモは1910年代のシカゴでは人気者の名士だった。無類のダイヤモンド好きで10本の指に、ダイヤの指輪を光らせ、シャツのボタンもダイヤ、ベルトのバックルもダイヤで飾り、ポケットの中にもジャラジャラとダイヤを持ち歩いていた。そのため、 ダイヤモンドジムとも呼ばれた。本名ジャコモコロシもイタリアのカラブリア州、コゼンツァ出身で1895年にアメリカ合衆国へ移民した。少年時代は靴磨き、新聞売りなどをして生活費を稼いだ。シカゴのレビー地区のポン引きとして出発し、汚職まみれの市議会議員のマイクル・ヒンキー・リンク、ケンナとジョン・バスハウス・カフリンの 集金人を買って出て二人の後ろ盾を得た。その頃、道路清掃人としての肩着の仕事も兼ねていた。清掃人の組合を作り権力の基盤を築き始めた。組合の表を見返りとして、区長の地位を得た。二十代の中頃には一時期ブラックハンドに身を置き、強制などに手を染めた時期もあったという。1九百二年に、ビクトリア・モレスコという殺しもより六歳年上で、 太り気味の女性と結婚した。女としての魅力より彼女の財産目的の結婚と思われる。モレスコは大型の売春宿を経営していた。彼のネジロは、ロシモズカフェで、シカゴで最も人気のあるナイトスポットだった。ギャングスターたちが、各界の名士や芸能人と一緒になっていた。コロシモは大のオペラ好きで友人のエンリコカルーソーが定期的に訪れていた。 このクラブの他にも、買収に宿を何件か経営していた。新聞の推定では、毎月5万ドル以上は儲けていた。この収入から自分と父親に召使いを置く行程を立てた。ビジネスが大きくなると事業を管理できる有能な男を探した。シカゴで何十人もの候補者を蹴った後で、ブルックリンのジョニー・トーリオの噂を聞き、やがてトーリオに仕事を提供した。 売春やド経営者として成功した、コロシモのもとにブラックハンドから脅迫状が届くようになった。最初のうちは脅迫状が届くと素直に金を払いその場をしのいだが、姿の見えない敵に困った、コロシモはこの問題をトーリオに任せた。トーリオはねだりをしようとしていた男を突き止め、殺害してブラックハンドを追い払ったという。やがて禁止法が始まり、 トーリオやカポネがやろうとした酒の密売の投資を断る。理由は売春や賭博でうまくいっていたので政府とは揉めたくなかったため、コロシモは古いタイプのギャングスターで典型的な親分派だ。そのため、1920年代に暗黒街をのし上がっていこうとする若者たちには煙たい存在になっていた。この頃、コロシモは デール・ウィンターという若い女に一目惚れした。彼女は女優や歌手になろうとして、シカゴへやってきたが、仕事にありつけなかった彼女は、コロシモのカフェで歌わせてもらっているうちに、コロシモの目に留まった。コロシモがウィンターと深い不倫関係に入り、彼女を音楽学院に入学させところ漏れすこと、別居を始めた。1920年5月に商売上のパートナーでも、 あったビクトリア・モレスコと離婚し、3週間足らずで、コロシモはデイル・ウィンターと結婚した。ビクトリアは離婚の時に5万ドルをもらい、2週間後に20歳年下のアントニオ・ビラーノと結婚した。1920年5月11日、コロシモは自分の経営するカフェの事務所でフランキー・イエールに暗殺された。トーリオとカポネは、 酒の密売がしたいため、イエールに殺害を依頼した。42歳。殺しも殺害のニュースは、シカゴ全市を驚かせた。殺しもが暗殺された時、多くの者が犯人と疑われた。実際に、前妻のビクトリアの弟のルイスとホセは警察に留置され、取り調べを受けたが後に釈放。トーリオとカポネも事情聴取を受けた。他に、金銭トラブルがあった。 ブラックハンドの復讐や、殺し物賭博場で大金を吸ったギャンブラーの犯行などの噂が立った。彼の葬儀は当時ギャングとしては異例の盛大さだった。その後、ギャングの葬儀は盛大さを競う風潮が始まった。遺産相続の時7万5千ドルの遺産は、ビクトリア・モレスコやデール・ウィンターではなく父親の手に渡った。一般には、トーリオが、 殺し者多いであるということになっているが、その関係を実証する証拠はない。事務殺しも殺害事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。